母方の家系が全員やってて、ちっちゃい頃からそういうお稽古場であったりとか、まあ、その常にこう三味線とか歌とかが聞こえる環境にいたので、勝手に始めてたっていうのが、まあ、答えになるかなと思います。三味線の構造はちょっと今出してやるんですけど、まあ、ここがまあいわゆるその胴といって、まあ、いわゆる太鼓の部分で、まあ、ここは棹、まあ、こうやって押さえていく。ギターとかまあチェロみたいな、まあ、そういう洋楽器とその違うのが、まあ、フレットがないんですね。自分でこう印をつけてこういう風にちょっと押さえていくっていうのはちょっと違いかなっていう。紅の木という字で紅木っていうんですけど、今はこう希少価値の高い木でこうできているって感じですね。糸巻きでこう糸をこう、こういう風に上げたり下げたりするっていう役割があります。各パーツの部品が最近は結構希少価値が高くて、入手困難なものが多いので、私たちは結構大切に扱ってるっていうところですね。三味線の魅力っていうのは、まずこう力強さと人をこうちょっと泣かせるような優しい音のこのギャップだと思うんですね。もう本当力強い時は、まあ、本当にこう心を打たれてるような、そういうなんて言うんでしょうね、臨場感が味わえて、逆にこうちっちゃいこの一番細い糸でこう音を出している時っていうのは、本当に人をこう優しく包み込むような音、もうこのギャップがやっぱりこう津軽三味線の一番のこう魅力なんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、両立なんですけど、もう両立することは全然苦にも何も思ってなくて、むしろこう充実感があるというか、別に仕事が勉強がすごい忙しくて仕事がちょっとおそろそかになるとか、逆にこう仕事いっぱいで学業がおろそかになるっていうのはもう絶対ないようにっていうのは、入学するのと同時っていうか、まあ、こっちの状況をする入学すると同時にもう心に誓ってたことなので、そこは全然問題がないかなっていう感じですね。練習時間は基本的には平日はちょっと取れない日もあるんですけど、やる日は1時間ぐらいやります。昔は結構6時間とか7時間8時間とか平気でやってたんですけど、最近はどっちかっていうとこう目的に合わせて質をこう高めた練習っていうのを短時間でガッと集中してやるようにしてます。結構よく言われるんですけれど、今僕が通ってる SFC 慶応の湘南藤沢キャンパスっていうのは、それこそ起業家の方であったり経営者の方だったりとか、まあ、その芸能活動されてる方とか、いろんなフィールドで活躍されてる方々がもう本当に多くいらっしゃって、まあ、そう自分と違う分野でトップにいる人たちと一緒にこう切磋琢磨できる、またいろんなこう、ね、時間を過ごせるっていうのが本当に魅力的だなと思って慶応義塾大学に進学することになりまして、あともう一つ、音大によく行かなくて、なんで行かなかったのとか、まあ、芸大になんで行かなかったのとかって言われるんですけど、大学と、まあ、その正直学業とこう音楽っていうのを僕はこう割とこう2本柱でやりたいタイプだったので、一つに集約するんじゃなくて、こっちはこっちで新たな出会いを見つけていって、音楽は音楽で今まで通り頑張っていくっていう、あんま聞かないかもしれないんですけど、私はあえてそういう道を選びました。一番見てほしいのは、まあ、先ほどのちょっと魅力の部分とちょっと重複するところもあるんですけど、力強いところと優しいところのそのギャップ特に聞いてほしくて、まあ、具体的に言うと力強いパートっていうのは僕側にある方ですね。この1の糸って一番太い糸でこうやって思いっきり叩く。で逆にこうやって3の糸って言って一番この細い糸をこういう風にちっちゃくこうやるところ、このギャップっていうのを初めての方は特にここをと楽しんでいただきたいなと思ってます。あのタイミングっていうのは同じフレーズを繰り返してる時に拍手って起こりやすいんですよ。他の楽器とかでもそうだと思うんですけど、例えばギターの方とかがグワーって同じフレーズやってる時にうわーってこう歓声が上がるみたいな、あれと結構似てて、そういうのがちょっと影響してるのかなと思って、まあ、欲しいところっていうのは三味線で言ったら、例えば本当同じフレーズを繰り返す、例えばこの辺で欲しいっていうのと、あとフレーズのリピートのところで拍手していただけると、僕もテンション上がって何時間でも弾いちゃいますので、ぜひよろしくお願いします。
そうですね、9割方存在しないっていうのが僕なりの答えなんです。他の三味線を教えられてる方とかは、三味線もちろん楽譜で教えられてると思いますし、楽譜でこう学んできたって方もまあそりゃ大勢いらっしゃると思うんですけど、私はどっちかっていうと楽譜はまあ必要な時に見るっていう位置づけで、基本的には楽譜では表せないような強弱、例えば楽譜ではまあこうやって書いてあると思うんですけど、実際どれぐらいの音の例えば抑揚なのかっていうのは割と聞かなきゃ分かんない部分があるかなと思うので、基本的にはこう音で取るで後で確認するみたいな、そういう感じで楽譜を捉えてます。なんで僕にはあまり存在しないかなっていうのが答えですね。ズバリ言うと歌ですね。歌って言っても今までのこう民謡ではなくて、こうちょっと J-POP であったりとか、日本のちょっと民謡からちょっと離れたあの曲っていうのの歌に一番力を入れました。歌だけを力入れたっていうよりかは、歌と三味線をこう合わせた、こうなんて言うんでしょう、私なりの音楽っていうのを結構作り上げてきたっていうのは自負しているので、一番こう白寿で聴いていただきたいポイントなのかなと思ってます。津軽三味線なんですけど、ベースのなったのは新潟県の民謡を参考にして、それをちょっと長唄っぽく、でも少し現代っぽく、ちょっと不思議な曲だとは思うんですけど、今までちょっと聞いたことないような曲になってるので、当日発表が楽しみだなっていう気はしてます。三味線のインストの曲としては結構珍しいのかなという感じですね。上京してもう1年以上が経って、私なりのこの音楽表現の仕方っていうのも去年に比べたらまあだいぶまあ変わってる部分は結構あると思います。ですのでまあ一番進化した、一番最新にアップデートされた中村浩輝っていうものを6月2日目に焼き付けていただいて、皆さんに来てよかった、また聞きたい、まあ、もう三味線を聞くと本当に心が揺さぶられるみたいな、そういうお言葉をいただけるように私最高の準備を進めてきた、つもりです。なので皆さんの素晴らしかったとか、そういう嬉しいあのお言葉が聞けるように、私精一杯演奏させて、また歌わせていただきますので、皆さん白寿ホールでお会いしましょう。またよろしくお願いいたします。